マジっすか。カズさん持ってても持ってもいい。あ、映してもらう。どこだ。もう録画になってる。バンビバイク。あ、一枚じゃいいですか。あ、写真撮っといて。どうでした。どう、自分のバイクがちょっと撮影してもらえてる気分は。嬉しい。嬉しい。確かに顔がもう、いい、顔がもう近づくな。顔がいいね。うわぁ、何してるんすか。何じゃないですか。出してる出してる出してる。どこ出してる。なんでそんな話しないんすか。お金があるんだよ、お金だよね。お金しかないんだよ。ああいう人、SNS で叩かれてチンする人。ありがとうございました。さあ行きましょう。はい。じゃあ行きます。感謝だ。感謝。俺の主演。感謝だ。最初はグー。じゃんけん。はい。ほらよい。はい。じゃあグーの方。めっちゃ嬉しかったんで。めっちゃ嬉しい。最後。最初はグー。じゃんけん。はい。イエーイ。もっと一緒。ちょっと盛り上がったり。ま。お、トラちゃん最初はグー、じゃんけんけん、ブイ。おー、強い。あ、イケメンおるな。さあ、まず、お、YouTuber 待ってます。名前はバンチャンネルです。はバンチャンネルです。バンチャンネル、これでいいか。わかりました、後で振り込んでくるよ。おれよし、バンチャンネルさん、最初はグー、じゃんけんけん、ブイ。おー、シャシャ。え、あ、いる。おー、でも、3人で行こうか。3人で、3人で。さあ、ワンチャンネル、YouTube でワンチャンネル、ワンチャンネル、お願いします。登録してくれ、チャンネル登録ね、はい、それでいい。はい、とりあえず1万円ね、俺に。よっしゃ。最初はグー、じゃんけんぽい。うわー、よっしゃ。ええぞ。最初はグー、じゃんけんぽい。よーし、やるわー。よっしゃ。あらー、えー、はい、おめでとうございます。おめでとう。スモーキングレッドさんの T シャツ、ね、いい感じやね。よっしゃ。正解やって、正解やって取った取った。ちょっとこれコラボで、カッチャマンもコラボで、カッチャマンさん、TikToker、やばいです、YouTuber と TikToker 発見されちゃったな。マツオさん、マツオさん、ま、あ、これはやるしかないですか。すごい、すごい、すごいコラボで、すごいコラボ
ラボ。なるはすごいコラボじゃないですか。いやこれはこれはいいんじゃないですか。ちょっとコールお願いします。コールお願いします。パップクパッパッパーポーマンションホールですよ。パップクパッパッパーポーパップクパッパッパーポーパップクパッパッパップクパッパッパップクパッパッパーポーパッ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 。なんでお前ら言わないの。ああ俺か。正解やってって言わないの最後に。ダメだよ。それじゃあ。ちょっと本当に関西人。関西人。ダメだよ。最後に言わないと。最後に正解やってなかったよ。な関西人なりそれ言わないのつまないですよね。そうだ。言えばすごいコールだねって。正解や。ああ、そういきましょう。はい、行きましょう。振りが欲しかったね。はい。じゃあ、テイクツー。テイクツー。俺、絞り半できます。アッパー半。パパ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 やばいな、腹いったらカップラーメン行こうかな。そういうこと、そういうこと、ちょっと、そういうこと、これ、そういうことの中に。よかったら、僕の妹が頑張ってるんで。ああ、そうですか。バンビちゃんっていう女の子なんですけど、俺の弟、マンちゃんがいますから。マンちゃん。正解やって。正解やって。ミュウやってもいい。ミュウやって、ミュウやんないと。ビンビンですね。ビンビンですよ。もう全開ですよ。絶好調。絶好調。絶好調ですよ。途中はサブキュッと引き詰まっちゃったんですよ。敏感なもんで。敏感ですよ。ここに、今夜でここに。正解やって。これかっこいいですね。どう乗ってる感じは見てないこれカウル何ですか VS 時代のこう見えて俺も今まではシーレスモードだからレールカウルなんかついてるバイク何十年振りだろうスペーサー入れれば。え、全部オーナーですか。いや、外装だけ自分で作ったやつなんです。あとは彼の車体と仲間の車体で。え、このシート。そうですね。シングルシートとシートベースは自分で作って。シート貼ってもらってるのは K スタイルさんで貼ってもらって、はい、面白い。俺ももう今日 CBX どっか見ちゃったえ、俺このシール欲しいな。あれ、さっきさっきもらいました。もらいました。ありがとうございます。あ、このバイクだ。ロングタンクついてたの。本当すごいっすね。この2台のロングタンク。おお。本当すごい。いや、もう出てない。ロングタンクは多分まだ回復しか出回ってないと思う。ちゃんと2台かな。むしろ見たい。あ、出してない。出してない。マフラーが面白い。うん。これ多分とこにスイッチ、スイッチみたいな。あ、これLED 最初これタンクの中の下ですか。最初このカラーの前にここだけ透明にして、はいはい、で中だけガソリンと一緒に光らせるっていうのをやってたんですけど、これでもファイバーっていうかなんですか。
これも全部グラスファイバーで FRP で、ここ作るの大変ですよね。ここは、はい、あれなんですよ、純正の部分を切り取って、やっぱそれ、はい、リベットで、そうなんですね、みんなこういう風に埋めてある。ああ、なるほど、はい、なんかうちがコーティングしちゃえばある程度はもう止まっちゃう。そうですね、はい、やっぱこれが大変ですよね。これ大変ですね。こう、はい、FRP じゃ強度的にも出ないでしょ。そうなんですよ、いいっすよ、ワイバースか、珍しいっすね。珍しい、なかなか見ない、なかなか全然いないよ。あ、いないっすね。このロングタンクは初めて見ましたね。これもないですよね。純正よりリッターぐらい多く入ってます。上から見たやつはこんな感じですね。Kスタイルで売ってるのもこれなんですか。Kスタイルさんであの販売してもらえます。同じものが、はい。マフラー出すんですよ。これにぴったりなレースの、もしよかったらね、今度SNS にも上がると思うので、あ、そこにもついてるから、写真を見させていただきました。ありがとうございます。似合うと思うんで。そうですよ。いっぱい吉村ですか。いっぱい吉村ですか。そうです。シリアル。あ、シリアルですか。詳しく全体同じ匂いがする俺もあの聞いて秋山さんとなんか同じような感じだなと。やりきれたと思う。好きです。大好きです。人がやってないっていうのがすごく大事。かっこいいよね。森脇のすか、はい。でも今スモールベリーついてるからちょっと見えなくなる。結局傾斜動画次回予告。